皆さんどうもこんにちは、高瀬九州の白石です。今何が起こってるかというとですね、クイズ99人の壁っていうですねクイズ番組があるんですけど、農水省一花に詳しい花王子がですね出演されるんですけど、応援パネラーにですね、野田さんが参加しているということで、先ほどオンエアがあったっていうことで、時系列的にはいいのかな、放送前にまあその話は聞いててですね、野田さんから、白石くんから花王子の応援に使えるようなイラストを何か一つ描いてくれませんかっていうふうに、まあ、おっしゃったので、頑張れ花王子っていうこういう紙を作ってですね野田さんに送りましたので、果たしてこれが映ったのかっていうのは、まあ放送が終わった後なので、見た方はお分かりになると思うんですけど、黄昏の松岡くんもですね、このクイズ99人の壁のパネラーとして参加しておりますので、放送のすぐ後の野田さんをカメラで撮っていただいてるので、ちょっとその様子を見たいと思います。フジテレビの前なのかな、終わりました。風強、全然音入ってない。まあ、すごい緊張して今もちょっと胃が痛いんですけど、でも対戦相手の男の子がですねすごいもう花好きな子で、まあ、そういう子と知り合いになれたのすごい嬉しかったです。印象いいな、やっぱりいい人だな花王子は。寒いですよ。お疲れ様です。風が強いのよ。いやもうすごい。めちゃくちゃすごいなんか勝負を見させていただきました。なんかもうお花のことですね全然分かんなかったんですけど、すごいこれを見てさらに興味が湧いてきたんで、いろいろ勉強していきたいなと思います。はい、いや終わりかい。いや何の感想もないぞこの動画に対しては。でこれ野田さん意外に背高いんですよね。僕が177センチなんですけど、野田さん僕より大きいんで。あ、でも応援ありがとうございました。いやいやありがとうございます。すごい初めての応援です。すごい嬉しい。本当に僕意外と全然初対面だったので、本当に。いや、なかなか、これがあの花王子かということです。またこれからも。今も農林水産省は1回出られて、あもう花の仕事も出られて、一番の元に。薄っ、これ動画にすんの難しくないですか、これ。これ、どうぞ。いいですか。いや、僕はもう多分使わない。僕はもう使わないのでってなんか嫌だな。ありがとうございます。いただきます。花王子に渡していただければ一番嬉しいですけど、僕はもう使わないのでってちょっと嫌ですね。